もしもし、リンボ、そっちはどうだ？ああ、もうすぐニューシエグに着く。ずいぶん早かったな。次の狙いはバンクオブニューシエグの頭取でしたっけ。大物ですね。危険がないといいけど、リンボはいつも無茶をするでしょ。大丈夫だって、いつもなんとかなってるだろ。あんたが俺に会いたいっていうのは。あなたがリンボ、あの悪徳弁護士の。これから弁護を頼もうっていう相手に向かって。悪徳弁護士ってな、もう少し言い方あるだろう。あの、ここは飲食禁止よ。マジで、わりわり、一気に食うわ。いや、だから飲食は。よし、もう飲食してないぞ。これでいい。何かあったら呼んで。今何時？今？16時47分だけど。街頭ビジョンでイブニングニュースが始まったのが聞こえたから、あれは多分17時ね。ってことは、あともう少し。あなた、あと13分後にセントラルコアで死ぬのよ。刺されたのか撃たれたのかわからないけど、とにかくセントラルコアで死んだの。ジョークならもう少し笑えるやつにしてくれ。ジョークじゃないの、ちゃんと聞いて。その時間、あの場所にあなたがいなければ助かるかもと思ってここに呼んだの。悪いけど、心神喪失で責任能力なしってのは俺のポリシーに反する。そんな三流の手を使わなくても俺なら無罪にできる。お前にその価値があるならな。違うの、私はこの人、名前なんだったっけ。とにかく私はこの男でもなんないの。私は多重人格、乖離性同一性障害だっけ。そういう方針で行きたいなら別の弁護士を。お願い、時間がないの。話を最後まで聞いてよ。あなた、映画見に行ってスクリーンに話しかけるタイプなの？映画は黙って見るけど、面白くなければ途中で席を立つことはある。いい？私の名前は、これが私の名前よ。は？お前の名前はなんだっけ？ドミンゲスだろ。私が何を言ってるかわからないだろうけど、あなたは私の目の前で確かに死んだの。話にならないな。俺は帰るぞ。待って。じゃあこうしましょう。この後、ワインアットアープにあるカフェに来て、ハリー&キースっていうお店、そこで会えたら嘘じゃないって証明する。本当は俺は死ぬ運命で、お前が時間を遡ってここに呼びつけてそれを阻止したとでも言うのか。そうよ、私にとっては再放送なの。
未来へと